はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回はですね、提督の決断をパープキットの続きをプレイしていきたいと思います。で、前回までにですね、ハワイの第一次攻撃と、オーストラリア方面に進出してきていたアメリカ太平洋艦隊の一部を撃破したので、今回はですね、いよいよハワイ島攻略を本格的に行っていきたいなというふうに思っています。で、ここまでですね、ハワイ攻撃に関してロケハンで、5、6時間ぐらいはプレイをしてみたんですけども、結論から言うと残念ながらハワイは落とせないかったです。それくらいハワイは硬い。なので今回はね、ちょっと特番と称してハワイを攻略できるまでなんとかね、2時間ぐらいの枠を取ってプレイをしていきたいなというふうに思ってますので、お時間ある方ぜひぜひ最後までお付き合いをいただければ嬉しいなというふうに思います。で、ハワイ攻略のためにですね、ロケハンの結果を踏まえていくつか作戦を考えました。で、まずですね、ハワイはかなり硬いので、日本海軍の戦力のすべてをハワイに集結させます。で、インド洋方面に展開中の艦隊、これに関してはですね、3個艦隊展開中なんですが、そのうち1個艦隊だけを残して残りの2個艦隊はハワイへ転戦させます。で、代わりにですね、インドが手薄になりますので、インドには航空基地を建設して、基地航空隊と、残された1個艦隊で対応。で、マーシャル沖に進出してきていたアメリカ海軍撃破しましたので、そこに展開していた南雲機動部隊、これもハワイへ転戦させます。で、ハワイはですね、もう短時間で落とすのは正直難しいということが分かったので、だいたいですね、3ヶ月から4ヶ月弱かけて攻略を行います。で、そのために投入する戦力なんですが、まず戦艦は8隻、ここには今建造中のヤマト海、海ヤマト型戦艦も投入します、完成次第で。さらに空母は正規空母だけで8隻体制、航空戦力は1000から1300機を想定しています。で、潜水艦はですね、ロケハンでは60隻体制で臨んだんですが、これだとちょっと足りなかったので80から100隻で、そのために潜水艦は毎週10から15隻前後建造します。で、いざハワイ沖へ進出した時には、ハワイの航空基地には450機の基地航空隊、さらには空母が6隻から10隻ぐらい常駐してます、アメリカ海軍のハワイ駐留部隊が。なので、航空基地への攻撃は一切行わずに、敵艦隊戦力の撃滅のみを基として、海戦を行っていきます。で、敵艦隊を完全に撃滅して予備兵力も含めて沈黙させたら、初めてそこで基地攻撃を行っていくということで、作戦期間がだいたい3ヶ月から4ヶ月ぐらいと長めの作戦になっています。では早速プレイの方を始めていきましょう。まずですね、インド洋に展開している艦隊、今このうちですね、1個艦隊だけを残してミッドウェー、ハワイの方に進出をさせていきましょう。で、さらになんですが、今トラック沖に入っている、いや、ラバウルですね、ラバウルにいる南雲機動部隊、これがミッドウェー転戦させましょう。で、艦隊の構成をちょっとまず見ておきたいんですが、第1艦隊、今ミッドウェーに展開中なんですが、第1艦隊は空母艦隊になっています。で、この空母艦隊に加えて、今展開中のミッドウェーに展開中の部隊ですね、ハワイ攻撃のためにミッドウェーへ集結している艦隊ですが、まず第2艦隊、これが戦艦4隻を中心にした戦艦部隊になっています。で、第6艦隊に関しては今揚陸艦2隻入っているだけの艦隊で、第7艦隊は潜水艦が、12隻体制になっています。14隻体制ですね、14隻体制で、第8艦隊はこれ戦艦が4隻になっている戦艦部隊になっています。で、第16艦隊が、潜水艦10隻体制になっていますので、第7艦隊とのバランスを取るために一部艦隊編成し直しましょう。で、今だとですね、7艦隊の方が潜水艦が多いので、7艦隊から16艦隊の方に編成を移します。これでまず攻撃するための艦隊が1つ揃いましたというところになります。
で、第三艦隊に関しては、今、ラバウルからミッドウェーへ動かす予定の艦隊。で、第四艦隊が、これがですね、マーシャル沖で傷ついた艦隊なので、これは一旦インド洋に入れます。で、インド洋に入れた後はですね、インド洋に今展開している艦隊をミッドウェーへ転戦させて、このインド洋に入れた第4艦隊に関しては、インド洋のドックで修復するという作戦になります。で、第5艦隊がですね、これ今、正規空母蒼龍が入っている艦隊で、これはですね、この後、ミッドウェーに移動して、消耗した空母、あるいは駆逐艦と入れ替えていくということにしたいと思いますので、まず正規空母蒼龍にですね、艦載機を乗せちゃいましょう。艦載機を乗せておくには1週間かかるので、まあ、どうしてもね、そのための期間が必要になってきます。まあ、どうしてもね、空母は沈みやすい艦隊にはなっているので、まあ、そこをうまくねカバーできたらいいかなというふうに思っています。で、24さんの爆撃機は43全部乗せちゃいましょう。雷撃機がちょっと詰めないんですが、冷戦の32型、これを10機までまず減らしますか。基本的にはね、10機単位での編成にした方が効率が良さそうなので、護衛機に関しても10隻体制に変えましょう。10機体制に変えましょう。で、雷撃機がですね、1機もないので、そうなると必然的に243爆撃機をマックスまで積みましょう。これで蒼龍の方に艦載機が搭載できた状態になりますので、この第5艦隊に関してはこの後移動させましょう。で、第6艦隊なんですが、第6艦隊は今ミッドウェイに展開中の、潜水艦隊になっています。揚陸艦の入っている艦隊ですね。で、第7艦隊に関しては潜水艦隊、第8艦隊は、現在だと戦艦部隊になってますので、ちょっとこれ紛らわしいんで、第8艦隊に関しては機関を少し変えましょう。第8艦隊の機関なんですが、機関を金剛へと変えましょう。で、第9艦隊なんですが、これが今インド洋にいる艦隊で、このインド洋にいる艦隊をミッドウェーへ移すという作戦になっています。で、これもミッドウェーに移した後はね、艦隊をちょっと再編成することになるかなとは思うんですが、いずれにしてもね、このまま一旦置きましょう。で、第13艦隊も今インド洋に展開中の艦隊で、これはですね、第8艦隊がインド洋に入ってドックで修復を始めたら、この第13艦隊もハワイへ進出させて、ハワイに戦力を集中させます。で、第15艦隊に関しては今ミッドウェーへ移動中の潜水艦隊になっています。で、第14艦隊も潜水艦隊で今ミッドウェーハワイに移動中ですね。これハワイに移動中だといきなりハワイに入ってしまうんで、一旦ミッドウェーに止めおきましょう。で、第16艦隊ですね、最後の艦隊、これも潜水艦隊になっていますという艦隊構成になっています。じゃあ一方ですね、これからハワイ沖の攻略を開始するんですが、ハワイに展開中のアメリカ海軍なんですが、ご覧の通りですね、第2、第4、第5、第8、第9、第16ということで、6個艦隊が駐留中、さらに飛行場には457機の航空基地隊、航空機部隊が入っているという状況になっていますので、まあ、ちょっとねこれを相手に頑張っていきたいと思います。ではまず一旦送りましょう。おっと、ここでですね、一旦空母艦隊と第7、第8艦隊が入ってるんですが、ごめんなさい、これはね一旦そのまま帰らせましょう。
艦隊戦力が整うまではもう一旦ぐらいはねちょっと待ちましょうね。というのもこの後ですね、先ほどのハワイ島攻略作戦概要でお話した通り、間断なくハワイを攻めるために少し潜水艦の数が足りないので、潜水艦を揃えてから攻撃の方にね実際に入っていきたいと思いますので、ちょっとこのターンは一旦送っちゃいましょうね。で、次のターン、次のターン、次のターンと毎ターン潜水艦をどんどん建造していくということになりますので、まあ、常に潜水艦を補充しながら戦うという作戦になります。ドイツが5000円くれたか、ありがたいですね。で、従順が1隻に駆逐艦が5隻完成してますというところですね。では先ほどの第5艦隊ですね、ここに今出来上がった艦隊を戦艦たちを全部入れちゃいましょうね。軍艦って言った方が誤解がないですかね。軍艦を全部入れちゃいましょうね。で、この第5艦隊もミッドウェイに移しましょう。で、忘れないうちにやっておくこととしては、まず諜報活動ですね。ハワイとハワイの1個先、西海岸にもスパイを送り込みましょう。これでハワイとその先の艦隊の動きが分かるので、これによってですね、ハワイに兵力がどれくらいいるか、で次ハワイにどれくらい兵力が入ってくるかっていうのを見極められるので、だいぶ動きやすくなるはずです。で、そしたらですね、まあ、毎度のことにはなるんですが、技術開発を薄く入れておきましょう。まあ、ここはねいずれ決定的に変わってくるところにはなるので、少し無理をしてでも入れておきたいところになります。で、あとはですね、輸送船も少しね無理をしてでも薄く作っておきましょう。で、作った輸送船はマレー沖に配備します。いや、南シナかな、南シナですね。南シナが全然足りてないんで南シナに配備で、残ったお金と鉄でさっきからお話している潜水艦ですね、これをひたすら作っていきましょう。で、潜水艦もね対艦攻撃力が高いものを作っていこうと思っていて、そのためにはやっぱりね、ある程度攻撃力重視で建造していかざるを得ないんですが、いかんせん大量に作らなきゃいけないんで鉄がね不足してくるんですよね。で、その鉄不足をどう補うかっていうところと、あとやっぱり潜水艦は足が遅いんで、足の遅さをカバーできるようにってなると、やっぱりね作る潜水艦は一択にはなってしまうんですよね。で、ご覧の通りもうかなりの数の潜水艦が今すでに稼働中なんですが、建造中のものも含めて今ので48隻体制になってます。画面の右下の方にね同型艦の艦数が出ているんですが、これで、49になるというところですね。でもこれはね鉄がなくなるまでひたすら作っちゃいましょう。で、おそらくこの後ですね、駆逐艦とか軽巡洋艦クラスが不足してくるところに当たると思うんですけど、どうしてもですね敵の空母相手にするときには駆逐艦や巡洋艦だと話にならないんですよね。なので冒頭の作戦概略でお話したようにですね、あくまでも敵の艦隊を叩くときは1個主力艦隊に対して2個潜水艦隊を投入して潜水艦で消耗戦に持ち込むと。で、味方の主力艦隊は温存するという形にしたいと思ってます。で、これによって味方の主力艦隊への損害を最小限に抑えるということができると思っているので、
その他の艦種ね、潜水艦以外の艦種に関してはもう目をつぶろうというところですね。でそしたら残りで彗星をまずは何機作れる、34機作っちゃいましょう。であとは97式の艦攻ですね。これね、243の攻撃機作ったんですけど、最高速度が遅すぎてね、ちょっと厳しいかなってとこなんですよね。まあ、確かに243の攻撃機の方が優秀な気もするんですけど、まあ、いかんせんね、97式の艦攻の方が強いんで、97式の艦攻をマックスまで作ります。でこれでこのターンにやることは一応終わりになるんで、次のターンこそ艦隊を出していきましょうということになります。石油母4隻の体制になっているところに関しては問題ないよね。全部入ってるね。ちょっとこれか、新核が少し艦載機が消耗してるね。増やしましょう。救難式の艦攻が予備がちょっと足りないのか。これを18機体制にしちゃいましょうね。で実際にじゃあどういう戦いをしていくかっていうのをね、実戦形式で見ていきましょう。で第14艦隊も入ってきているんですが、これは一旦温存してですね、今回は、第2艦隊を主力艦隊に据えてハワイ沖へ進出します。で潜水艦隊の第7艦隊で、さらに第16艦隊ですね、これ潜水艦12隻入ってます。これでいいよな。いやちょっと今ふと思ったのが、ここに入っている第14潜水艦隊6隻入ってるんですけど、これをね第16艦隊に編入して第16艦隊の潜水艦をちょっと増やしてみたらどうかなと思ったんですけど、いやそうすると次のターンで入ってくる潜水艦の数がどうなるかだな。なんとも言えないよな。中部太平洋の方、ミッドウェイ、そうすると小笠原沖、第15艦隊が届くのが、ミッドウェイに届くのが2周かかるんで、そうですね、このターンはちょっとこれで進みましょう。さあ沖縄戦、ハワイ沖海戦、ここでどれだけ敵の空母を沈められるかによりますね。で一応日没で入ります。味方はね空母が入っていませんので、潜水艦は基本的にはもう委任をしちゃおうとは思ってるんですが、目的の場所ぐらいはね指定しておきましょう。まあ、この初戦でどれだけ戦果が上がるかによるんですよね、今後の戦いは。一応今回2時間までの特番を考えているんで、ここでこけるとねかなりこの後苦しくなると思うんで、ちょっとねここ皆さん注目してくださいね。まだ敵の艦隊は見つけられないか。じゃあちょっとこっちの方は一旦委任しちゃいますね。でこっちの第16艦隊の方見ておきましょう。敵を発見したね。敵の空母も見つけてる。あとは駆逐艦にどれだけ味方の空母がやられる、潜水艦がやられるかなんですよね。
敵の空母、正規空母を沈めたいね。正規空母をできるだけ。そしたら味方の艦隊も出しましょう。なんとかね、敵の空母1隻でも2隻でも沈めたいんで。いや、ちょっとこれ以上の進出は危険だな。止まりましょう、一旦主力艦は後方に下げましょう。そしたら味方の艦隊は撤退させますか。これなんですよね、恐れてるのは。急いで味方の艦隊を逃がしましょう。よし、味方の損害は戦艦が残ってれば大丈夫だね。さあ、まずは潜水艦隊が全滅、ほぼほぼ壊滅してしまいましたけど、まあ、このいう戦い方を今後していくっていうことになりますね。ちょっとね、潜水艦が思ったより沈められなかったのが痛かったんですが、夜間になったので今、迎撃に追撃に入ってもいいんですけど、ちょっと味方の戦艦が思ったよりダメージを受けたので、一旦ここは撤退しましょう。まあ、これをね繰り返していくということで、少しねこの先苦しい戦いがずっと続くは続くんですが、今みたいな形でできるだけ潜水艦で敵を殲滅してですね、ちょっと今回タイミングを逃してしまったんですけど、できれば潜水艦が削った後ですね、夜間になったら戦艦部隊が突入して、傷ついた敵の空母たちを、駆逐していくと、一掃していくっていうね、戦い方もしていければいいかなというふうに思ってます。まずは初戦、この後戦果を確認しますが、敵の空母どれぐらい沈められたかですね。まあ、正規空母を沈められた感じはなかったので、護衛空母3隻から4隻程度の撃沈にとどまってるかなとは思いますが、まあ、ちょっとね、この後戦果を確認していきましょう。まず敵、護衛空母1隻撃沈してますね。あとは軽空母、護衛空母、空母3隻撃沈。あとは巡洋艦が1隻、駆逐艦が1、2、3、4、5隻。6、7、8、9、10、11、12、13、14隻ですね。こちらの潜水艦の動きを読んだかのように、結構駆逐艦を大量に投入してきているな。で、ドイツがドーバー海峡に突入して、戦艦3隻、巡洋艦ですね、巡洋戦艦か。巡洋戦艦を失ってるな。で、潜水艦が、1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 隻ですね、新たにできてますというところになりますね。で、新技術や管制用の艦載水上レーダーを開発可能とということになりましたね。そしたらですね、まずは傷ついた艦隊を下げましょう。第一艦隊の方ではなく第二艦隊ですね。第二艦隊の方を一度後方に下げます。日本近海に入れて一旦ドック入りですね。修復させましょう。で、その他で言うと、次第一艦隊投入できるので第一艦隊を投入します。で、
その他で言うとですね、第16艦隊の潜水艦がこれも合ってないようなものなので、これを第14潜水艦隊に編入しましょう。で、今いるのが第7、この、潜水艦に関しても、もう一旦日本近海に戻すしかないので戻しちゃいますね。で、こっからいつもの、ちょっとね、皆さん退屈のフェーズになっちゃうんですが、技術開発を薄く入れましょう。いや、ちょっとまあ、しょうがないね。何を今しょうがないって言ったかっていうと、今回ドイツからお金の提供がなかったんで、作れる潜水艦の数が少し限定されてしまうかなという危惧を少ししました。アメリカ西海岸はどうだ、これを見る限り敵の戦艦あるいは、艦隊は展開してないね。で、ハワイ沖に展開中の艦隊が4個艦隊に減ってますね。まあ、ここでね、投入したいところなんですが、味方の潜水艦が届いていないんでどうにもならないな。そしたらここで潜水艦を作っていきましょう。まあ、さっきね、潜水艦一挙に15、6隻失ってますからね。その潜水艦を今回、何隻建造できるかっていうと、7隻、8、9隻かな。9隻しか作れないんだな。まあ、ちょっとここは本当にアメリカの艦隊と日本の潜水艦の消耗戦、どっちが先に尽きるかっていうね、苦しい苦しい消耗戦の始まりですからね。ただ潜水艦の威力はね、ちょっとさっき皆さんにまあこんなもんかっていうところしかお見せできなかったんですけど、ハマればもっともっとね、大戦果見せてくれます。で、あとですね、駆逐艦がね、今回アメリカの方でそれなりに展開していたんで、駆逐艦がいるとね、潜水艦は爆雷によって破壊されていってしまうんで、ちょっとそこが誤算というか、もったいなかったというか、少しね、気になるところだったかなというふうには思います。では、この後なんですが、忘れないうちにということで、ミッドウェーに展開している、さっき出撃した、第2艦隊の方ですね、ここの艦載機はあまり減っていないんで問題ないかな。そしたら忘れないうちに編成で、無事の艦に関しては、第12艦隊として、残します。全部戻す余裕は残念ながら日本の艦隊にはないんで、傷ついた艦だけ日本に戻すと。第2艦隊は一度ドック入りのため日本近海に戻ります。で、第12艦隊の方はどうしようかな、第8艦隊に編入しますか。第8艦隊の方に、第12艦隊を編入しましょう。で、そうすると次のターンで、この第8艦隊を、ハワイ沖に進出させた場合、第14艦隊の潜水艦しかないんだよね。なので、ちょっとこのターンは一旦送りましょう。できればね、間断なく攻めたいんですが、一旦送ります。よし、ドイツが5000。これは大きいな。で、また潜水、おー、ついに来たね。超ヤマト。海ヤマト型戦艦の超ヤマトができたんで、これを前線に次のターンで投入しましょう。新型航空機の開発もできるね。冷戦の22型。いいね。冷戦の22型。航続距離が2200キロってのがでかいね。まあ、爆弾がね、120キロで急降下の能力も持っていないんですけど、これは作りましょう。あと天山、これ800キロ爆弾持ってるんだ。この攻撃機は
かなり有能ですね。魚雷は搭載してるし、これも作りましょう。さあ、では忘れないうちにいつものことをやっていきますね。まずは日本近海ではなく、日本近海で艦隊を1個作りましょうね。新規編成で、第11艦隊と称して、戦艦含め艦隊を前線に送らなきゃいけないですからね。これを忘れるともうあっという間に前線の戦艦、潜水艦が不足をしていってしまうんで、忘れないうちに潜水艦を前線に送りましょう。でさらに新規編成で第16艦隊も作って、これも潜水艦に揚陸艦ですが前線に送りますね。まあ、幸い石油はねいっぱいあるんで、日本の大戦末期のようにオイル不足で苦しむっていうことは幸いないかなっていうところですね。この超ヤマトをね前線に投入していきましょう。さあ、そしたら、技術開発をまずいつものように薄く入れておきますね。今回はドイツからお金の提供があったんでかなり助かります。で兵器開発も今回は入れましょう。まずは航空機なんですけど、冷戦の22型、これが必要開発資金が1890か、でもこれはやろう。で天山、これ2200、これもやろう、やりましょう。いや、やめ、ちょっとね、幸いミスったんでやめましょう。で代わりに、航空水上レーダー、これを入れるかどうかだな。航空用のレーダー入れるかどうか、3000、いや厳しいな。3000これ使うんだったら航空機に使った方がいいね。航空機はさっき天山は一応もうやったことにはなってるね、なってますね。なので新兵器開発は一旦これで終わりにしましょう。航空水上レーダー作りたいけどね、あと新鋼材も含めて一旦やめてだ、やめて、この後は一旦ですね、元々の予定だった飛行場の建設を一個入れます。インド洋に。で今回もねちょっとお金がないんで、潜水艦がどんくらい作れるかっていうところにはなってくるんですが、潜水艦はどうだ、6隻かな、6隻ですね。まあ、当初の予定では毎週10隻から15隻の潜水艦を作る予定だったんですけど、どうにもこうにもやっぱお金が足りないですね。ドイツからの5000円がないと身動きが取れないぐらいにお金がない。でインド洋の方は、今2個艦隊入ってるんですけど、これをちょっとそろそろ動かしましょう。イギリス軍がここで動いてくる可能性があるかっていうことなんだよな。ちょっと動かすにはでも怖いよね。インド洋を取られると一気に手薄な南シナを占拠される可能性があるんで、ちょっとここは一旦耐えますか。耐えてだ。そしたら第8艦隊を投入して、第15艦隊も投入しましょう。でその他で言うと潜水艦は入ってきていないんで、ちょっと今回手薄になりますが、第14艦隊、これ7隻からなる潜水艦隊ですね、これをハワイへ。で第15艦隊、これ12隻からなる潜水艦隊、これをハワイへ。で第8艦隊、これをハワイへ送りましょう。
で、ハワイの方に、スパイを入れ直さないと、いなくなってるね、スパイが。逮捕されてる。まあ、ハワイにどれくらいの戦力が入ってるかっていうのをまだ把握する段階ではないんで、もうひたすら消耗戦に持ち込むしかないですからね。で、前回はその戦艦部隊の突入のタイミングを誤って日中に突入してしまって、攻撃のチャンスを逸してしまったんで、今回そうならないようにもう少しね、うまく立ち振る舞えたらいいかなとは思ってます。さあ、あとは味方の艦隊がどれだけ頑張ってくれるかですね。まあ、潜水艦がどれくらい敵艦を沈めてくれるかに完全に頼った戦いにはなりますからね。緊張の瞬間ですよね。敵が見つかるまでの間。さあ、敵の空母部隊がどれくらい沈められるかだな。味方の艦隊は一旦退きましょう。さあ、敵の空母沈めよう。敵の空母沈められる？いやー、味方のこっちの艦隊は無理だな。撤退させるしかないね。かなり損傷してるんで撤退だな。ちょっと敵の空母にとどめが刺せなかったな。もうちょっとでね、敵の空母に大打撃を与えられるっていうところまで行ったかなと思ったんですけど、やっぱりちょっと潜水艦の数が足りなかったですね。潜水艦の水雷攻撃、まあ、魚雷攻撃なんですけど、魚雷の数が少し足りなかったかなっていう印象が今回はありましたね。今回の戦果どれくらいかな。味方の主力艦隊の方には大きなダメージはおそらく出ていないはずです。大破している戦艦とか、軍艦はあったんですけど、撃沈された戦艦クラスはいなかったはずなんで、ちょっとね、戦果確認していきましょう。味方の方は、そうですね、アシナが、まあ、大破してますけど、それ以外はほぼほぼ無事ですね。で、敵の方は正規空母ミンドロ撃沈、護衛空母ミッドウェイ撃沈、あとはノーホーク14艦ですね。その他は軽巡駆逐艦クラスを、多数撃沈しているという状況かな。はい、
ちょっとね、今回も思った戦果が上がらなかったな。もうちょっとでこのボクサー、ボーランディア、フーバー、このあたりの正規空母を撃沈できたかなっていうところで、ちょっともったいなかったですね。さあ、ドイツ軍がドーバーに入ってますけど、これ無謀だよね。よし、ドイツが5000、さらに潜水艦が9隻ですね、入ってきてるんで、もうハワイ沖はね、ひたすらひたすらですよ。新兵器開発はさっきから変更はないんで、このまま見送りましょう。で、今回は嬉しいことに、ドイツがまた2000円提供して、5000円提供してくれてますんで、これ、2000円とか5000円とかって言ってますけど、実際はいくらぐらいなんですかね。ちょっとね、わからないですけど。で、お金が入ってきたんで、まずは艦隊の再編成をしておきましょう。まずは第1艦隊と第3艦隊はそのまま残っているのでよしとして、第5艦隊に入っている正規空母はこのまま残すしかないんで残しましょう。で、まずは第5艦隊から第6艦隊に揚陸艦を移します。まずは揚陸艦を1つ移しましょう。はい。とで、あとですね、第9艦隊の方に第5艦隊の正規空母総理を移しましょう。で、そうすると第9艦隊ですね、第9艦隊の機関を変えていきましょうね。で、第5艦隊にいる潜水艦ね、第7艦隊に入っている潜水艦、ちょっと待ってくださいね、混乱してるぞ。第11艦隊には潜水艦と揚陸艦が入ってるな。この揚陸艦は第6艦隊に移しましょう。なので第6艦隊を1つ編成して、これに第5艦隊だな、第5艦隊、第5艦隊にいる揚陸艦、ちょっと待ってくださいね。わけが分かんなくなってる。一回戻りましょう。まずはさっき参戦した第8艦隊から再編成するか。第8艦隊からですね、戦艦アシナを移しましょうね。これは日本に戻さなきゃいけない艦隊になるんで、艦隊というか戦艦になるんで、これを戻しましょう。第1艦隊から見ていきます。第1艦隊健在ですね。第2艦隊は消波していて、これ日本近海に入っています。で、第3艦隊は健在、ミッドウェーに健在です。で、第4艦隊に関しては今これ、インド洋に入っていて、艦隊としては健在なんですけど、今インド洋で航空基地建設中なので、建設が終わるまではインド洋に留め置きます。で、第5艦隊、これ潜水艦と駆逐艦からなってる、まあ輸送のために、結成した艦隊なので、これは少しこの後いじりましょう。で、第7艦隊は潜水艦なんですけど、これ、もう直ってますね。で、第6艦隊は揚陸艦だけを入れています。で、第8艦隊は、戦艦を中心にした部隊なので、これ健在ですね、ミッドウェーで。で、残り第9艦隊なんですが、これミッドウェーに今入っている、建設中というかね、移動のために作った艦隊です。
で、ヤマトが入っている潜水艦部隊はこれ1週間後に入ってきます。第11艦隊も潜水艦これ1週間後に入ってきます。で、第12艦隊はこれは駆逐艦だけが入っている艦隊で、第13艦隊もそうですね。で、第14艦隊は移しますということで、ちょっとじゃあ艦隊の再編成をこれでしていきましょう。まずは第1、第3はそのままですね。第5艦隊に入っている潜水艦を一部移しましょう。これを第15艦隊に移します。潜水艦だけをね、引き抜いて移しましょう。これで一旦決定します。で、残りの第15艦隊なんです、第5艦隊なんですけど、これ第8艦隊に編入します。編入できるだけ編入します。まあ、従順と駆逐艦からなる第5艦隊も、これ輸送のためにね、入れた艦隊にはなるんで、一旦移し切りましょう。で、第6艦隊はよくて、第8艦隊に今移したので、第9艦隊の方に第5艦隊から移しましょうね。移せるだけ移しますと。で、第9艦隊の編成も終わりました。で、第12艦隊と、そしたらどうしようかな、第5艦隊を一緒にしときましょうか。艦隊の数がね、増えすぎるとややこしいんで、第5艦隊の方に統合しちゃいましょう。これは、駆逐艦だけになってますけど、駆逐艦が減ってきたら各艦隊に随時割り当てていくという目的です。で、第15艦隊ができているんで、これで一応今ミッドウェイに展開中の艦隊は決まったかな。よし、これでちょっとこのターンも一旦送るしかないかな。潜水艦が全然ピストン輸送できていないんで、ちょっと残念ですけどね、しょうがないですね。そしたら諜報活動を入っているから大丈夫かな。一旦ここにしますか。んで、この後なんですけど、まあ、例によってというわけでひたすらに作っていきましょう、潜水艦を。で、潜水艦9隻できてるんで、これもね、忘れないようにきっちりミッドウェイに輸送しなきゃいけないので、それはこの後ね、すぐにやりましょう。今回はただ潜水艦どうだ、10隻作れるんじゃないか。10隻作れればでかいですよ。今ね、画面の右下の方に同型艦、つまり潜水艦の数が出てますけど、だいぶね、潜水艦は消耗していくものにはなってるんで。で、かつハワイの方は西海岸も含めると、ハワイと西海岸だけで、ドックの数がですね、十数個あるんですよね、アメリカ海軍のドックが。なんで大破させるだけじゃダメなんですよ。やっぱりアメリカ海軍の空母部隊にダメージを与えるには撃沈する必要があるんですよね、特に正規空母。これを撃沈しなきゃいけないんで、潜水艦の数が不足してると、今一歩っていうところで取り逃すっていうことが起きるんで、まあさっきね、見ていただいたような状況にまたなってしまうんで、そうならないように、もうできるだけ潜水艦の数は増やして増やして、増やして増やして、頑張りましょうね。冒頭の作戦概略でお話した通り、潜水艦の数は80から100隻体制が望ましいんで、もうすでにね、20隻ぐらいは沈められ、もっと沈められてるかなと思うんですけど、当初の目論見が80から100でも足りないかもしれないな。150隻ぐらいの潜水艦の体制が必要になるかもしれないですね。で、一応これで鉄は全部使い切ったんで、お金が少し今回余ってますね。で、余ったお金は航空機に回しましょう。冷戦の22型がもう少しでね、出来上がってくるとは思うんで、あんまり無茶して作る必要はないとは言いつつですね、やっぱり今入っている艦載機と肩を合わせる必要があるんで、いきなりなくなるっていうわけにはいかないんですね。前期置き換えっていうわけにはいかないんで、
これで進めましょう。では今回のターンは残念ながら艦隊の数が揃わないんで、ちょっとこのままターンを送るしかないですね。次のターンも第8艦隊送り込めるかな。そうするとね、第14艦隊は返しますというところなので、さあじゃあこれで一旦送りましょう。間断なく攻め立てたいんですけどね。ジブラルタル落とせないでしょう。あ、でも1個飛行場破壊してるな。頑張ったな。さあここで正規空母加賀型の新竜、ごめんなさい、シナノって書いちゃいましたけど加賀でしたね。さあ新技術もできるようになったね。航空用装甲素材、おお2000か。これはちょっと作ろうか。ちょっとさっきのターンでね、忘れていたことが一つあって、第7艦隊に新しく潜水艦を全部入れて、これ前線に送り込みましょう。すっかり忘れてましたけど。でこの第7艦隊は潜水艦隊になってるんで、ミッドウェイに転戦させますというか、まあ、移動させます。で第2艦隊の方にはあと1週間で完成します、完全に治りますんで、これ正規空母入れましょう。加賀ね。で正規空母加賀には艦載機を満載しましょう。満載で軽空母千代田の方と宝生の方にも艦載機乗せましょうか。千代田の方は艦載機が足りてないんで乗せちゃいましょうと。宝生の方は満載になってるんで大丈夫ですね。はい、そしたら第7艦隊は次のターンで移動になって、ミッドウェイまで2週間ですね、到着まで。では忘れないうちに技術開発等々をやっておきますが、今回は残念ながら、イギリス軍、ドイツ軍の方から資金の提供はなかったんで、少しお金は少ないですが、ですがやることは同じです。ひたすら潜水艦を作る。最後のとどめはどうしてもね、戦艦ないし空母の攻撃機で行う必要があるので、敵基地攻略のためには。ただそこにこぎつけるまでには潜水艦の活躍が必須ですからね。次のターンはかなりの潜水艦の数投入できると思うんで、そこである程度の戦果を見込んでいきましょう。2時間枠ぐらいで考えてるんですけど、どうだ ?2 時間でハワイ攻略戦の決着つくかな。攻略できるかできないかは別にして、まあ、もちろんね攻略するつもりではいくんですけど、非常に強力ですからね潜水艦の魚雷攻撃は。さあもう2隻作れますね。潜水艦はひたすら作りましょう。で敵の駆逐艦の数がね一向に多分減らないと思うんで、駆逐艦も 2,3 週間で出来上がってはきちゃうんで、その本当にアメリカ軍との消耗戦の試合、打ち合いなんですよね。ひたすらに打ち合う。そしたら今回こそですね、まず第8艦隊これを戦艦4隻、これをまずはハワイへ進出させましょうということになります。で第11艦隊は潜水艦のみではないので、そうすると、どうしようかな。第14艦隊は、まだ、ここにいたの?さっさと日本近海に行ってよ。第15艦隊と第11艦隊潜水艦の数が足りてないな。全然足りてないね潜水艦の数が。潜水艦本当に足りてないか。
どっかにいたりしない？こっそり。おお、超ヤマトのところに潜水艦いっぱいいるじゃん。じゃあ、これ第8艦隊にヤマトを移しましょう。駿河を一旦削除して、ヤマトをこっちに入れて、駿河はこのままでいいか。いや、一旦移すしかないね。移しましょう。で、決定にして、そうすると何が起きるかというと、第10艦隊が、潜水艦隊としてかなりの大規模編成にできたので、これと第5艦隊をうまく移しましょう。これでいいんじゃないか。で、あとは第11艦隊とのバランスですね。で、第11艦隊のには揚陸艦が入ってんだな。なので第11艦隊と第6艦隊の編成もし直せば、これで一旦綺麗になるんじゃない？よし、このターンは出撃できるね。しかもヤマトが出られる。で、第10艦隊から潜水艦12隻、第11艦隊から潜水艦8隻、これが投入できますね。で、ちょっともう一回念のため日本近海にいる、ここに関してはいないからいいんだよね。未配備艦で潜水艦ないから大丈夫だね。よし。じゃあこれでいきましょう。ターンを送ります。ヤマトがね、きっちり仕事を果たしてくれたらいいんだけど。ヤマトにあれだな、艦載機乗せてないですね。まあ今更だな。そうか。あとは空母がどんくらいいるか一応見といてもよかったね。せっかく今今気にする必要はないとはいえ、どんくらいいるかぐらい把握しておくには越したことないですからね。せっかくスパイ送り込んでますから。さあ、敵の艦隊がどこにいる？さあ、敵の艦隊発見してるね。さあ、夜が明けてきちゃうんで、一旦味方の艦隊は、主力の水上部隊は下げましょう。今回は駆逐艦部隊か。空母を見つけられなかったな。お、空母がいるじゃないか。でも空母は沈められない。その空母なんとかなんない？何ともならんか。
うわ、爆撃にさらされてるじゃないか。こんだけ距離があってもダメか。やっぱりあれ長いね、距離が。陸上攻撃は全然距離が長いですね。ただこれは逆に言うと攻撃のチャンスなんじゃないか。さあ一旦全艦撤退させますか。そしたら今回はちょっとね、戦果があんまり上がらなかった感はありますが、敵の主力艦を発見できなかったですね。今回いなかったのかな。いや、どっかにはいたと思うんだけどね。こっちの潜水艦作戦を看破したかのように敵がいなかったですね。まあ、下がってたんでしょうね、おそらく。ただ味方の損害は潜水艦だけで済んだんで。おっと、ちょっと待ってね。ここに何かいたのかな、今。まあいいか、撤退するか。まあこんな感じでね、なかなかしんどいことを5、6時間やったんですけど、それでもね、やっぱ沈められなかったんで、今回は冒頭お話したようにさらに艦隊の数を増やして挑むんで、もう少し期待できるかなとは思うんですけどね。敵は空母がいなかったんだよな。いや、いるじゃないか。揚陸艦とか沈めてもどうにもならないんだけどな。ただ揚陸艦とか出てきてるってことは、敵の方はかなりあれですかね、もしかして消耗してきてんじゃないか。おお、ドイツがノルウェーを失艦したか。まあしょうがないよな。ドイツは相変わらずお金をくれるね。で、潜水艦がかなりの数今回はできてるね。そしたら忘れないうちに潜水艦を移動させましょう。で、第二艦隊は全部治ってるっていうか、綺麗になっているんで、第二艦隊は移動させましょうね。第二艦隊はミッドウェイ移します。で、新規編成で潜水艦ですね、第16艦隊と称して潜水艦をバーッと全部入れていきましょう。いやー、護衛空母とはいえ、空母は1隻でも2隻でも沈めたいからな。じゃあこの第11艦隊もミッドウェイ移しましょう。これで忘れないうちにやっとかなきゃいけないことは全部完了したんで、兵器開発はどうだ。もしやるんだったらこの航空用の素材だけど、あ、艦船用の素材だけど、これ5000円でしょ。5000円はちょっときついよな。航空機の機体を強固にするもの、これは8週間かかるけど開発しましょう。あとは航空水上レーダー、これもやるか、やろう。で、5000円はもうかけられないんでやめましょう。で、技術開発も今回は見送ります。ちょっと入れておきたいですけど、潜水艦が全然足りないんで、潜水艦を作ります、潜水艦を。
潜水艦を今回は10隻ぐらいは作れるのかな。まあ、失う潜水艦の数の方が多いんで、どうしてもね、追いつかなくなってくるんですよね。ただそのペースがアメリカの艦隊編成、再編成よりも早ければいいんで、今は本当に耐える時で、ハワイさえ抑えればハワイで蓋をして、その間に国力をつけつつイギリスを攻めてドイツの側面支援、これにつきますね。まあ、ハワイはアメリカ軍が太平洋に進出してくるときに必ず通るルートになるんで、ハワイで蓋をできればアメリカを封じ込めることができるんですよね。まあ、それが今考えられうる最も有効な手段なんで、ハワイを是が非でも取りたいというのはそういう理由なんですよね。ハワイを取ったら展望が一気に開けるはず、そう信じましょう。そしたらですね、この後なんですが、傷ついた艦隊がいると思うんで、まず第8艦隊なんですけど、これは長山とがいきなりですけど中破してる。いやー、長山とに変えたかったんだけど無理だね。そしたらまずは、第8艦隊から大和を抜かなきゃいけないんですけど、第15艦隊から第10艦隊に潜水艦を全部移しましょう。まず一旦艦隊の数が16個までしか編成ができないんで、一旦これで第15艦隊を開けますと。でその状態で、第5艦隊と第6艦隊も併合しちゃいましょう。というのも第6艦隊も第5艦隊もこれ単体で、どうこう動くってことはないんで、一旦移して艦隊に空きを作りましょう。でだ、超大和を、第12艦隊として外出しにして、大和を日本に返しましょう。なんとも情けないな。大和は何もすること、ただ被害担当官ですからね。もう大和に関しては被害を一手に引き受けてくれたということで、まあ、感謝をしましょうね。感謝を。で第7艦隊が次のターンでミッドウェイに到着か。次のターンはどうする、攻め込めるか。第1艦隊第3艦隊は健在ですね。この正規空母部隊まだ戦場に投入できずにいますけど、そしたら大和が抜けた穴があるんで、ここに、第8艦隊ですね、第8艦隊に駆逐艦桂順、この辺りを補充しましょうか。まあ桂順用艦と大和だとえらい差がありますけどね。で第10艦隊は潜水艦隊になっていて、第9艦隊だよな。そしたらちょっとこのターンは一旦送りましょう。波状攻撃が仕掛けられずにいますけど、そしたら忘れないうちにやることをやりましょうね。いつも忘れちゃうんで、まず第14艦隊、これはまだまだかかるな。そうなると新規編成で、第16艦隊ということで、潜水艦をまた前線に送り込みましょう。潜水艦が今回はどうだ、これだと8隻ですか。8隻できてるんで、これを前線のミッドウェイに送り込みましょう。で今回は残念ながらドイツからお金の提供はなかったんだよね。とはいえ諜報活動はしっかり入れておきたいんで、諜報活動を入れます。
で、前回技術開発入れてないんで、ちょっともう今回はお金ないけど技術開発入れるか、しょうがないね。まあこれはね、後々聞いてくると信じてやりましょう。で、残りはすいません。もういつもやってますけど、ひたすら潜水艦を作って、ミッドウェイに送り込みましょう。そろそろ大戦果が欲しいんだけどな。敵空母6隻撃沈みたいなね。ただ次のターンはかなりの数の潜水艦が手元に揃うんで、ちょっと期待してます。まあ結局ね、対戦中はハワイ、まあ奇襲攻撃で真珠湾攻撃をしましたけど、占領するには至りませんでしたからね。先人たちの夢を無帝国の決断の中で叶えましょう。もうね、このハワイ攻略をね、寝ても覚めてもずっと考えてるんですけど、やっともうこれが唯一可能性がある作戦としてはこれだっていうのがね、冒頭にお話した作戦なんで、この潜水艦を車がかり的に特海引海へ投入して、アメリカ太平洋艦隊の戦力の激減減衰を図った上で、主力部隊、あとは揚陸艦を使った敵基地の占領ですね。もうこれぐらいしかね、ちょっと考えつかないんですよね。さあ、ではミッドウェイから、出撃させましょう。第7艦隊と第10艦隊、これそれぞれ潜水艦14隻ずつ入ってるんで、ちょっとこれは期待したいですね。で、今回も投入するのは第8艦隊。ちょっとヤマトが抜けちゃいましたけどね。ちょっとこれ随砲が沈まないことを前提に艦載機補充しましょう。沈んじゃうとね、次のターン結局使えないんであまり意味はないんですが、じゃあこれをハワイに送って、これでハワイの様子がどう変わるかですね。ここも日没で出撃させていきましょうか。そしたらまずは、戦艦部隊は一旦、おっと、ちょっと待ってくださいね。一旦ちょっと待ちましょう。敵の発見が早すぎる。そしたら、今回もまた敵の空母部隊はいないかもしれないな。いや、空母いるじゃないか。まあ護衛空母であるのは間違いないな。正規空母ではないものの空母がちゃんといる。さあ、この夜のうちに空母を撃沈しちゃいましょう。撃沈。まだ夜は始まったばかりだぞと言わんばかりに。
よし、空母撃沈したね。そしたら一旦こちらも、駆逐艦がやられてるね。敵の魚雷攻撃にさらされるのは勘弁なんで、足の速いね駆逐艦に。ただここで、あ、そうだな、ここで敵の駆逐艦を叩いておくっていうのが一番いいな。駆逐艦がね、その潜水艦の餌食になるんで、ここはちょっと方針を転換して、ここの敵の戦艦ではなく駆逐艦部隊を叩きましょう。多少の犠牲を払ってでも叩く。さらに護衛空母もいるしね。で、しかるのちに戦線から離脱しましょう。結局離脱しないとね、夜が明けた後に敵の航空基地から攻撃を受けてしまうんで。大丈夫か？ちょっと様子見てない間に変なことは起きてないか？大丈夫か？いいよ。味方の駆逐艦はどうなってもいい。この際空母いるな。これ正規空母じゃないか。ちょっと確認しましょう。正規空母だな。ただ敵の駆逐艦はだいぶ破壊したんで、これはあとは潜水艦に任せておけばある程度の戦果が期待できるんじゃないかな。駆逐艦がちょっといまいちうまく、潜水艦がいまいち機能してないな。せっかくね、敵の駆逐艦をある程度掃除したんで、ここは頑張ってもらいたいな。さあ、敵の空母、正規空母絶対沈めたい。
吉久保撃沈したけど、あとは味方の主力艦が逃げ切れるかどうかだな。敵の攻撃機から。何？戦艦が大破だと？戦艦が沈没しなきゃいいんだけどな。味方の艦隊ではどうだ？戦艦が一隻撃沈されてるかな？この感じだとね。さあ、あとは敵の残りの部隊がどれくらいいるかだな。敵艦発見してるね。これは？大した数じゃないな。ただ空母がいるね。軽空母か。まあ、護衛空母かな？そうですね。いるね、正規空母。ボクサーがいる。この正規空母を沈めよう。この潜水艦が迫っていってる感じがかっこいいですね。正規空母が2隻は入ってるね。さらに軽空母1隻。これは沈めようね。問題は正規空母だ。護衛空母や軽巡じゃないからね。正規空母を沈められるかどうか。これでもかなりいい感じで当たってってんじゃないの？空母の光背がかなり空いてるからね。これ空母沈められれば2隻。2隻沈めよう空母。正規空母2隻。ここにもいるね、空母。いや、何隻空母持ってんだよ、本当に。よし、敵、正規空母1隻撃沈したね。よし、正規空母2隻目撃沈。さらに軽空母も撃沈できるんじゃないか。かなり混乱してるね、アメリカ海軍の方は。これは一気に一網打尽できるんじゃないか。目的は正規空母だ。ここで水上部隊を投入したかったよな。
いやー、あの関久保沈めたかったな。ここまでかな。まあ、ただ戦果はそれなりに上がりましたよね、今回に関して言うと。まあ、正規空母を含めて空母確認しただけで4隻は撃沈しましたからね。で、味方は戦艦を1隻失ってるんで、まあ、ちょっと戦艦をね、もちろん補充する必要があるのと、もちろん潜水艦も補充が必要ですというところにはなります。いや、この状態でやっぱり水上部隊を突入させたいですよね。やっぱりちょっとタイミングがよろしくないな。敵の空母をね、一掃した夜間に、味方の水上部隊、戦艦を中心にした水上部隊を投入したいですよね。空母は夜飛べないんで、まあ、しょうがないにしても。最後に潜水艦が駆逐されたな。まさに敵の駆逐艦に。まあ、ただ戦果はそれなりに今回上がっているので、ちょっと確認画面が楽しみですね。さあ、楽しみな戦果の確認画面ですね。確認していきましょう。アメリカ第7艦隊は壊滅させてますね。正規空母1、2、軽空母が1、護衛空母が1、撃沈してます。あとは従順以下、すべての艦を撃沈。で、第8艦隊は正規空母2隻撃沈。軽空母、3隻、いや、1隻大破ですね。まあ、ほぼほぼ想定していた戦果は上がっているかな。ワイルドビルだけ沈められなかったんだな。もったいないですね。で、味方の方はというと、まあ、潜水艦部隊はいいとして、あ、戦艦が1隻撃沈されてますね。従順も1隻撃沈、まあ、しょうがないかな。よし、今回はドイツからお金の提供がありましたというところなので、まず忘れないうちにやっとくことをやりましょう。ハワイ沖はちょっと失敗していますけど、まあ、これはね、予定通りなので再びハワイ沖の攻撃にかかりましょう。で、まずは、日本近海で、艦隊ですね、第14艦隊と12艦隊か、これはもう一緒にしちゃいましょう。意味がないので別々にしている。で、新規編成で潜水艦作ります。潜水艦隊をまた前線に送り込んでいきましょう。で、この第14艦隊を前線のミッドウェイで、ちなみにインドはどうなってるかっていうと、まだできてないんだよね、航空基地がね。では、これも忘れないうちにはなるんですが、第1艦隊は健在、第2艦隊はこの後再編成する必要があって、第8艦隊と少し編成を入れ替えましょう。第2艦隊と入れ替えていきます。で、大破しているものとかは全部入れ替える必要があるんで、まあ、大破小破しているものは全て一度日本のドックに戻して修復してもらいましょうね。まあ、戦艦一隻の撃沈で済んでよかったと見るべきなんでしょうね。これで第二艦隊が戦力が回復したはずなんで、よしとしましょう。で、第五艦隊と少し戦力を増強させてもらいましょうね。駆逐艦を入れて、こんな感じでミッドウェイで、入れ替えていくっていう形になりますかね。
で、そしたら、損傷した艦でいうと第8艦隊に損傷艦を集めましょう。こんなとこかな。なので第8艦隊は一度日本に戻します。日本でまた元気になって戻ってきてもらいましょう。で、日本近海ではなくミッドウェーからは、まだ早いと思うんですよね。ちょっとハワイの様子見ますか。ハワイは敵の艦隊は4隻か。で、西海岸はというと、西海岸には部隊は入っていない。本当？今回はちょっと欲を出してみますか。じゃあ、ミッドウェーからはですね、まずは第2艦隊、これが戦艦が、4隻で、空母が、正規空母が1隻で、軽空母が2、3というところで、戦力的にはそれなりに揃ってる。この第2艦隊を今回は投入しましょう。山本五十六大将も乗ってますからね。これに乗せて、で、第3、第4の艦隊は残しておいて、潜水艦隊、ちょっと9隻しかいないんですが、今回投入します。で、あと第10艦隊。ちょっと待ってね。第10はすごい少ないな。第10と第11は一緒にした方がいいね。第10と第11は編成をし直して、同じ艦隊に入れましょう。これでいいね。で、そうすると第10が1隻しか残ってないんで、第7艦隊と第10艦隊も、合わせちゃいましょう。これで10隻体制にはなりましたね。ハワイに進出。第11艦隊もハワイへ進出。で、第2艦隊もハワイへ進出といい感じですね。そしたら忘れないうちにいつものことをやっておきます。まずは技術開発ですね。200と積んでいきましょう。航空レベルはちょっと今回500入れましょうね。で、兵器開発は、まあ、特段というのはないはずなのでこれでいいよね。新兵器も、まあ、5000はかけられないからな。まあよしとして、そしたら航空機あるいは艦船の製造をしていきましょうね。まあ、今回も潜水艦をひたすら建造します。で、ちょっとね、本当にハワイの様子がうかがい知れないものの、ハワイはかなり硬いのは間違いないんで、揚陸艦をもう少し増やすっていうことも検討しましょうか。そろそろとりあえず今回のターンは、すべて潜水艦を作っていって、あとね、本当にアメリカ海軍の空母の数がどれくらいあるかが全く読めないんで、そこなんですよね。空母がどんくらいあるかっていうのが全く読めないんで、まあ、今回、まあ、2時間ぐらいのスペシャルでお届けしますという話を冒頭したと思うんですけど、その一番最初の方にお話した通りですね、とにかくアメリカの空母部隊とハワイの守備航空機主体を同時に相手にすると勝ち目がないんで、それは絶対に避けたいとなると、まずは敵の艦隊ですね、これを完全にね、沈黙させる必要があるんですよね。で、そのためにということになるんですが、諜報活動の状況を確認しておきますか。西海岸に送り込みましょう。でだ、この状態で何をするかというと、飛行機の建設をしておきましょうね。本当はね、しっかりしっかり輸送船も作ってあげたいんですが、で、水星を
30機ぐらいは作りたいよね。あとは97の観光ですね。これをマックスまで作ってお金がなくなるという感じかな。さあではあとはですね、第1艦隊の方の艦載率も問題ないよね。第3艦隊も大丈夫と。第8艦隊はこの後引き上げなので、まあどうでもいいんで置いといてだ。これでじゃあちょっとターンを進めていきましょう。本当に敵の艦隊がどんくらい出てくるか。西海岸がね今回抑えられてないんでわからないんですよね。西海岸にどんくらい敵の戦力が入っているかっていうのがつかめていれば少し変わったかなとは思うんですけどね。動きが読めるという意味では。空母はいなそうだな今回も。な、敵空母撃沈？正規空母レンジャーを撃沈してるね。空母がいるかやっぱり。あ、空母がいないわけないか、アメリカの艦隊でね。さあ味方の方はちょっとそしたら護衛機でも偵察機でも飛ばしておきますか。まあ、できればこの北側にある航空基地を1個破壊して離脱しましょう。1個破壊したらね、破壊しきったことにならなかったと思うんですよね。次のターンとかにね確か復活をしてきたはずなんで、多少厄介なんですよねそのあたりはね。何、敵が発見した？何がいるの？ここは空母がいるんだな。いや、ここは空母を優先しよう。空母の撃破を。
そしたら離脱しないと危ない。そろそろ離脱だ。空母沈められるなよ。耐えろ、空母耐えて。まずいな、第8艦隊が壊滅するぞ。このままだと味方の前に あとはどんだけ逃げ切れるかだな。戦艦と空母が一隻でも多く逃げ切ってほしい。痛み分けだな。いやー、そこに残ってたか、ちょっと甘かったな。ちょっと目論見が甘かったですね。あとは潜水艦も一隻でも多く逃げ切ってくれれば。ここに空母がいたんだな。もう空母を撃滅する力は残ってないね。味方はどうだ。戦艦一隻、正規空母新竜。新竜いきなり撃沈されたか。いやー痛いな。で敵は軽空母が残っていて正規空母一隻撃沈か。まあ第7艦隊がどっかにいたんだろうな。あとは軽巡クラスを多数撃沈をしてますけどね。今回は味方の主力艦にも損害がそれなりに出てますね。甘かったな。本当に強いねアメリカ海軍。お、正規空母の飛行岩盤を補強できる4000。これをもう即やろう。即やりましょう。あと航空用のレーダーですね。敵潜水艦に反射させて位置を、探知するってい う耐水レーダーですね。あとは航空機用のエンジン、これも開発したいな。そしたらまずはですけどいつもの通りで日本近海に移って日本近海にいる艦隊ですね、新規編成で潜水艦をずらーっとまた前線に投入していきましょう。いやさっきのターン欲が出たな。さあそしたら傷ついたミッドウェイにいる艦隊ですね、これをちょっと戻したり等々していきましょう。まず第2艦隊なんですけど第2艦隊はことごとくだな。これはもう全艦隊一旦近海に戻すしかないですね。で第5艦隊は残しておいて第6艦隊第7艦隊第6と第7は統合しましょう。まずかなりの損傷率になってますからね。で第9艦隊は置いといてだ。第11艦隊の方は潜水艦がちょっと消耗してるんで、そうすると第11艦隊の方から潜水艦を3隻移しましょう。で第2艦隊から、第5艦隊に駆逐艦1隻無事なのがいるんでこれを移動させて第2艦隊に第11艦隊の傷ついた潜水艦を移して戻しましょうか。これで傷ついた艦隊は全部第2艦隊にまとまったんで第2艦隊を、日本近海に戻しましょうというところですね。で次のターンで第14艦隊潜水艦が14隻到着するんでちょっとこれを一旦待ちましょうか。アメリカは第7第8艦隊これ正規空母残っていて
で、西海岸の方には、うわ、艦隊がいるね、尽きないね、本当に艦隊尽きないわ。いつまで経ってもこれが続きそうだな。ちょっとこのターンは一旦送るしかないな。送るしかないんで、忘れないうちにいつものことをやっていきましょう。兵器開発で、まずは新兵器開発では、どれをやるかというと、これを1本入れて新鋼材を作っちゃわないと。何、もしかして甲板強化ができないって、正規窪の。それしょうがないな。そしたらもうこれは一旦ここで終えて、残りは製造に使いましょう。本当にアメリカ海軍強い。潜水艦一体何隻失うんだっていうぐらい失ってますからね。で、今回作れるのはおそらく8隻ですかね。8隻は作れないかな。7隻ですね。いやー、アメリカ軍を駆逐するのは大変だな、本当に。そしたらちょっとね、輸送船が作れないんで一旦ここで終わりにして、艦隊の中に、今回出撃させる艦隊は第一艦隊を投入しようと思ってるんですけど、第一艦隊の中に第五艦隊から揚陸艦を2隻入れましょう。まあ、隙あらばということで、まあ、隙はないと思うんですけどね。アメリカの方もそれなりに損傷はしてきているはずなんですよ。こんだけ執拗にね、攻撃されてるんで。そしたら今回は、そうか、移動しないんだな。今回はハワイには攻撃を仕掛けられない。潜水艦不足です。なのでこのままターンを送っちゃいましょう。お、これでインド洋に、航空基地ができましたね。で、正規空母が2隻。ただ見た目はかっこいいけど、いずれにしてもあれだな、艦載機の数が40、60じゃちょっと話になんないな。アメリカ海軍はね、なんといっても100隻前後を投入してきますからね。さあ、では忘れないうちにインド洋の航空基地に、航空機を配備しちゃいましょう。で、配備が終わったら、ですね、この第4艦隊を、いよいよハワイ沖ミッドウェイに転戦しましょう。で、忘れないうちにいつものということにはなるんですが、第2艦隊は今日本近海に移動中でね。よし、そしたら技術開発をしていきます。兵器開発では、艦型はいいよね。この辺はもう作る余裕がないよね。もうちょっと大きい空母が作れるようになったら考えましょう。航空機も新しいものはないんで、ここ最近滞っていた技術開発、これを入れていきます。で、その後なんですけど、今回はもうさすがに輸送船も作らないと。輸送船だいぶ数がすり減ってるんで、輸送船を2隻、まあ、それでも2隻かいっていう話はあるんですけどね、入れていきましょう。で、インド洋とかは撃沈されてはいないんで、まあ、みんなマラッカとかこの辺なんですよね。お金が取れるマラッカ、この辺りに
輸送船を配備して、そしたら、いつもの通りにはなるんですが、残りは全部潜水艦。いや、これでも本当皆さん、この提督の決断をやってる方ってどうやって本当にそのハワイ攻略してるんですかね。潜水艦こんだけ導入してもハワイ落とせないって。ハワイにね、配置されている飛行機の数がまず尋常じゃないんですよね。どっからそんだけかき集めたんだっていうぐらい、アメリカの基地航空隊の数が多すぎるんですよ。なんか飛行場は一個ずつもう潰していく、一個潰して一個潰してっていうのをもう繰り返していくしかない。そしたらあとは航空機を、作っていきましょう。新潟がまだ生産できないんでね、1週間後か、1週間後だったら我慢しよう。新潟ができるのを1週間待ちましょう。で、天山が2週間後にできるんで、天山も我慢しよう。我慢。仮に一式の立港でも作る、いやでもな、もう今攻めてる段階だから守りを考えてもしょうがないですからね。ではミッドウェイからまず第一艦隊、これはもうきっちりね成果を出してもらわないといけない。で、第6艦隊と第14艦隊ですね、これをハワイ沖に投入しましょう。ちょっと潜水艦の数が本当に不足してきてちょっと怖くなってきたな。大丈夫なのかっていうね。でアメリカの方は第3、第7、第12艦隊が入ってますね。艦隊の概要が見れるんで見ていきましょう。まずは艦隊の概要なんですが、詳細情報を見ていくと、潜水艦が何隻か入ってますね。であとはこの辺りになってくると駆逐艦が、駆逐艦相手にどうだ、潜水艦投入するの危険だよな。まあでもしょうがないよね。第7の方には空母が1隻、さらに正規空母以外の護衛空母が2隻入ってますね。で第12艦隊の方には空母が1隻、正規空母が入ってます。これがどこに配置されるかだな。うまく勝ち合えば駆逐艦にこう捕捉される前に潜水艦隊が攻撃できれば一番いいな。ではこれで進めていきましょう。あ、ちょっと待ってくださいね。あとは日本近海にいる艦隊はどうなってるかっていうと、ヤマトとかもう治ってるよね。治ってるね。なんで、まず第12艦隊と少し内容を入れ替えて、甲斐ヤマトを戻して、これで第8艦隊を前線に戻しましょう。だな。空母へ、空母、空母は抑えられなかったか、まあしょうがないね。よし、潜水艦の被害は最小限に、空母を撃沈だ。
よし、今回かなり戦果は上がってるな。そしたら揚陸艦の部隊を派遣しましょう。敵の潜水艦隊がどっかに潜んでるはずなんですよね。潜水艦発見できてないんで。それがどこに潜んでるかだな。潜水艦同士の叩き合いになるんだったらいいんですけどね。今回敵の水上部隊、まあ、いわゆる戦艦とか、まあ、軍艦と空母はことごとく沈めたはずなんで、ちょっと火力的に駆逐艦と軽巡なんでどうかなっていうのはありますけどね。やっぱり敵の潜水艦がいるね。案の定というべきか。あとは揚陸艦がうまく入ってくれれば。さあ揚陸隊が入ってったぞ。どうだ、ゴリゴリ削ってくれ、ゴリゴリ。
ダメか、削りきれないね、やっぱり揚陸隊は出したけどね、あとは逃げ切れるかどうかだな。まあ揚陸艦はとてもじゃないけど逃げ切れないよね。いやー、揚陸艦は惜しかったですね。今回ちょっとね、基地の方に突入をしましたけど、もう燃え尽きてるね、完全に。さあちょっとね、2時間特番ということでお届けしてきたんですけども、ハワイの攻略はならずかな、このままだとね、ちょっと残念なんですが、2時間ハワイを攻め立ててもこの感じですね。まあハワイがいかに硬いかっていうのはちょっと皆さんもね、これで分かってもらえた部分もあるんじゃないかなとは思うんですけど、まあいずれにしても戦略はもうこれをね変えられないので、もうこの戦略を貫きます。もうひたすらあとはこれを繰り返して、アメリカ海軍が潰れるのが早いのか、はたまた我々の方が潰れるのが早いのかで、今ちょっと見てもらった通り、揚陸艦による陸戦隊の突入に関してはそれなりに有用だっていうのが分かったので、次回はですね、もうちょっと揚陸艦の数を増やしましょう。で今回は、軽巡はじめ駆逐艦ほぼほぼ全滅してるんで、この辺りもね、ちょっと戦略の見直しが必要になってくるところにはなります。で敵の方はどっちかっていうとね、正規空母、軽空母はじめ、敵の艦隊撃滅できてるんですけど、敵の第8艦隊をね、発見できずというところと、戦艦もね、沈められなかったので、まだまだこの戦いは続きそうな感じがします。次回以降もね、またコツコツとハワイ沖攻略を進めていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんのご支援いただければ嬉しいなというふうに思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。